皆さん、新年明けましておめでとうございます。ミサルカルイです。スカルトバルスかけるです。シンクエットリキです。はい、ってことで、なんでやねん、お正月スペシャルバージョンやってまいりましたよ。うん、いやー、2015年になりましたね。来ちゃいましたね。うん、はい。来ちゃいましたね。来ましたね。はい、今年は、頑張っていきたいということで、はい、あれを、今年の抱負を。抱負を。色紙に書いてきてもらいました、うん、はい、実は漢字一文字、漢字一文字でね、はい、うん、じゃあちょっと例のやつを、はい、はい、じゃあ発表しますよ。じゃじゃん、2015年、リキは、はい、罪です。罪な1年にしますね。まあ2014年、シンクエット、はいはい、罪と狂気という見ましたよ。見てますか、あのファム、ファム、ファム、言うて、ファム、違うんですけど、ファム、じゃあ、あれはツアーで、ツアー、そうか、今年の話です、はい、ちゃんと見てますよ、ちゃんと見てます、あの、罪を犯した僕を、はい、救ってください、救ってください、2014年は、大丈夫か、本当に大丈夫か、新年そうそう、はい、今年もゆるい感じでお届けしてまいりますよ、はいはい。というわけで、はい、じゃあ2015年も、まあ、変わらず、今この罪っていうのをテーマに、はい、まあ、去年からやってきて、今年も罪と狂気を、はい、この罪、罪と狂気、今年も罪と狂気をいろんな場所で、いろんな場所で、はい、さらにもうさらなるていって、さらなる狂気を、はい、いや本当みんなに罪を犯した僕を救ってもらうという、救ってもらいたい、そういう一年、みんな救いましょう。どういうことしたら救えるの、はい、そうですね、とりあえずまあまずはライブに来いと。おお、そしたらいいね、まずはそれはリキを救うという意味、そうです、はい、もうライブに来て直接僕とこう触れ合って、その触れ合わないと、あ、だってそこからもう始まる、もう僕ほんと見たんだけど、はい、もうほんともうちゃんと早く触ってあげないと、うん、もう血とかも、うーってこう、血が出てるからもう、あ、最初的に多分溶けちゃうんで、僕、あ、そうなんですか、救ってくれないと、救ってくれないとね、じゃあ救っていきましょう、はい、はい、ってことで、じゃあ次はかけるさん、はい、これはもう、うん、これか、まあ、まあこれが来るよね、うん、と、そう、こう豊富なの、豊富、いや、あのね、2014年もね、はいはいはい、同じ一文字、卵、はい、卵、うん、だからこれ、まあ僕が大好きな食べ物なんですけれども、この間家行ってね、そうそう、食べさせてくれたね、うん、卵かけご飯をね今日作って、僕ブログにアップしたから、うん、で俺朝ソーセージとかも焼いてたからね、主婦かい、そうそうそう結構この男はね主婦ですよ、うん、そう、あのいい嫁になりますよこの男は嫁にっていう、うん、でまあ去年1年も卵だし今年1年も卵、好きなものをね朝ね食べると、うん、その日1日ね、うんうん、非常に力が出るし頑張れる、だから自信持って好きなものはね、うん、もう卵っつって、あーでもねそれはね僕もねほんとすごい思う、うん、あのねこれねほんとね声を大にして言いたいんだけど、うん、よくさもうねこれはちょっとねちょっとムカついてるんだけど、うん、よくさよくこうこの業界あるあるだと思うんだけど、バンギャル上がるとか言うでしょ、上がる風呂じゃねえ、好きなもんをあの好きなもんを正々堂々と好きって、うん、ね、そういうんだ、言っていこう、うん、そう、何上がるってなんかもう私年だから上がらないとみたいな、うん、じゃあ自分が好きだと思う、なんか恥ずかしいもんみんな言い上がってみたいな、だから俺はもう卵、卵ね、今年も卵、その精神を、そう、うん、好きなものは好き、それを食べる、うん、一日頑張れる、誰よりも好き、誰よりも好きってそれでいいと思う、素晴らしい、うん、自分の拍手して、素晴らしいわ、そう、でもこの間家さ行った時さちょっと思ったんだけどさ、うんうん、卵かけご飯の前にさお茶漬け食べるじゃんね、うん、これ先じゃねえんだ、先じゃない、あ、準備運動的な、そうちゃんと、だってさ、うんうん、その1回の食事の中で、はいはいはい、やっぱデザートとかってとか最後に食べたいじゃん、あとはさなんかこうステーキハウスとかにあるこの鉄板焼きお肉があって、なんかちょっとした人参だとか、うんうん、じゃがいもとかがこう置いてあって、はい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 、でやっぱ肉こう切って食うけど、うんうんうん、で一切れ残して他のもの先に食って、はいはい、最後のうまいところを
こう行くみたいな、わかる？肉的な存在なの？じゃあそういう意味でもある。あ、なるほどね。だからそのステーキハウスの鉄板の中だったらで、茶漬け、あの茶漬けはなんか人参的な、そういう、そう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 、雑魚扱いなの、うん、ちょっと雑魚って言ったらお茶漬けに失礼だけどいわゆるね、女装女装、うん、あ、なるほどね。それでもう最高のね、美味しい部分食ってトップスピードでバーンってよっしゃ今日も頑張るぜみたいな。なるほどね、うん、お茶漬けで温めるって。そう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 。この人家行ったら本当に朝、あ、先起きて、うん、あのご飯用意してくれて、でお茶漬け出てくる、米置いてきて、でお茶漬け出てくるからさ、こんだけ卵って言ってたら卵かけご飯じゃねえかと思うじゃん。みたいな思ったら一杯目は違うんだと。そう、なるほど。そう、そう、朝からね2杯のご飯を食べて、そうそう、素晴らしいと思います。うん、僕結構ギリギリまで寝ちゃうタイプなんで。で寝てたね。はい。じゃあそんな、はい、今年も卵で、卵で好きなものはね、好きなものは自信を持ってずっと好きと言い続けましょう、うん、皆さん胸を張れ、胸を張れ、うん、そうですよ。はい、ってことでじゃあ最後僕ですね、はい、かけるっつって、違うか、俺かいじゃあ飛ぶ、うん、今年は飛躍の年にしたいなと、うん、まあ私のバンドミサルカ、今年新宿レニーっていう大きなところでワンマンをするんですが、去年も、まあ、飛躍の年にしたいなと思ったんですが、今年はもう飛躍っていうよりも飛んでいきたい、もう飛翔していきたいっていう願いを込めてこの練習させてもらいました。これやたら自己主張が強いね。うん、願いのデカさが出てる、ね、言われないとね、翔っていう字に見えないよね。本当ギリギリ見えるな。ギリギリ、うん、俺のサインの方がショーに見えるじゃん。同じ字だし、確かに、うん、いやここをもうこれバッバッって言って、うん、こういったら、うん、羽入んねえよそれ。いやそれリギー言われた、ね、もう羽が入んないじゃん。単なる羊になっちゃう。はい、っていうわけで、はい、まあ今年は、うん、まあそれぞれ思いを胸に頑張っていきたいんですが、はい、まあ、レーベルでも、うん、レーベルフェスもありますし、そうですね、はい、去年はウエストでしたが、レーベルフェス、うん、はい、もっともっと大きなところで、あとうちの、大兄貴大輔さんが昔から言ってますが、うん、レーベルのイベントをね、あの武道館とかでやれるように頑張っていきましょう、と、うん、いうことで、じゃあ今年もミサルカ、スカルトバルス、シンクエット、ともどもスターウェーブ、レコーズ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、さあ、またやって、もう今年もやってしまった一発目から、うん、はい、うん、はい、これ持ってたやつを、うん、プレゼントします。新年一発目のスターウェーブからのプレゼント、はい、リキが書いた罪、僕が書いた賞、かけるさんが書いた卵、この色紙をね、サイン入り色紙を抽選で1名様の方にプレゼントします。宛先はこちらまでメールを送ってください。プレゼント係で書いて、自分の住所も添えて書いてください。ってことで、今年もスタウェブよろしくお願いします。さよなら。さよなら。応募してね。1名様だけどぜー。